こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、マリサ&レイムです。本日は、ザ・フォレストを続けていきます。ふぅー。いやさだねー。おはようレイム、起きたのか。おはようマリサ。やっぱり朝は日差しが気持ちいいねー。澄んだ空気、起きたら食べ物がある環境。早速朝食をいただこうかな。マリサも食べる？私は後でで大丈夫だ。今、枝などの資材を調達しに来てるぜ。霊夢も朝食を食べ終わったら手伝ってほしい。朝から忙しいね。美しい環境にいるが、油断はできないからな。お水をごくごく。洞窟を出てから、日差しが一層眩しく感じる。お、鳥さんの羽が溜まってるじゃない。10枚ももらえた、これで弓矢も補強しておこう。そういえば、畑のブルーベリーも発芽したかな？残念だが、まだだったぜ。あらー。そろそろ生えてほしいのに。まだ植えてから日が浅いからな。もう少し気長に待つしかない。早く食べてみたいけど。まあゆっくり待ちましょうかね。それと頭蓋骨のろ、とても増えていませんか？洞窟で倒した原住民さんのおかげでたくさんの素材が手に入ったからな。結構な数を倒したけど、こんなに作れるとは。夜の暗闇でも明るい拠点作りを目指したいんだぜ。なんだか殺人鬼さんのお家みたい。すまんな。とってもかっこいいと思う。そうか。霊夢が変わった価値観を持っていてよかったぜ。えへへ、褒められた。褒めてはいないが。とりあえず、この前検証し忘れたが、尖った罠の効果を見てみないか？ああ、そういえば効果を直接は見てないねー。ちょうど、原住民さんが遠くに見えるぜ。弓矢を撃ってみる、来てくれるかな？気づいたみたい。おお、引っかかった。少しばかりエグいな。じわじわ苦しませるより、一気に倒せるから優しいと思うよ。なるほど。ほら、まだ他の原住民さんが残ってるよ。おお。見たか、霊夢。いたた、めっちゃ殴られてたんだけど。むむ、こっちの罠は乗り越えられてしまったか。それでも、やはり私の罠に狂いはなかったぜ。マリサ、また原住民さんたちが来てるよ。おお、尖った罠がいい感じですね。素晴らしいな。わわ、この原住民さん火を持ってるんですけど。火だと？なんだか肌も真っ白だし。今まで見たことないタイプが。彼らは火も使うのか。拠点を燃やされないかな？仲間が減ったからか、距離を取っているぜ。火は使わせないぞ。気をつけろよ、まだ他の原住民もいるじゃないか。逃げていっちゃった。火を持った原住民さんなんて初めて見たよ。気をつけねばなー。それじゃ、原住民さんたちを弔ってやろう。霊夢、こっちに運んできてくれ。オッケー。よっこいしょ。あれ、焚き火は？亡骸は焚き火だけでなく、火炎瓶でも焼けるんだぜ。ふむふむ、お酒で弔うのね。なんだか神聖な感じ。そういえば、私も火炎瓶を作ってみたいな。ん？わ、まだ一人来てた。罠は避けられたか。ナイスショット。火炎瓶の作り方だけど、お酒と布だけでいいのかな？うむ。火炎瓶を装備したら、ライターで火をつけてから投げるんだぜ。そのまま投げると意味がないから気をつけろ。焦った時、そのまま投げちゃいそう。火がついた、ぽい。おお、燃えてる燃えてる。火炎瓶は洞窟で使用することが多いだろう。しかし、使う時は引火しないよう慎重に投げるんだぜ。マリサに当てないよう気をつけるよ。うむ。くれぐれもな。お次は、この辺りに大きな焚き火も作っておくか。何この大きさ。この大きさなら燃焼時間も長く、明るさもあるだろう。確かに、この大きさが燃えたらとても明るそうだね。火をつけてみる。燃えた、けど、真昼だからそこまで明るくは。夜になったらわかるさ。ここってこんなに木が少なかったっけ？木を伐採した後、切り株を残せばまた木は再生するのだが、見晴らしを良くしておきたかったんだ。ここの水場はお魚さんも取れるし、たまに動物が水を飲みに来るから狩猟にもいいよね。お魚さんゲット。ここより先にある森を調べるにも、一旦、休憩できる場所が欲しいものだな。この辺りは特にねー。ひとまず、お昼ご飯の準備をしておこうかな。焦がす心配のない鍋料理にしようっと。お水を汲んでー、焚き火に火をつけてー。毎日何度も、この水場と拠点を行ったり来たりするのも大変だよな。
距離的にはそこまで遠くないけど、夜とかちょっとね。ふーむ。よし、決めたぞ。ん？マリサもお鍋食べる？いや、私が決めたのはだな。ここに休憩所を建てるということだ。ほほう。私も伐採して休憩する場所が欲しかったし、いろいろ都合がいいだろう。でも、また丸太を89本も集めないといけないんだよね。霊夢、私たちにはこれがあるじゃないか。その名もチェーンソー。おお、そうだったね。人の手足が置いてある机の上にあった。危ない。おっと、すまん。ひぃ、潰されちゃう？とりあえず、このチェーンソーがあれば伐採に苦労しないだろう。木を切り倒すまでの速さがすごい。斧とは段違いだぜ。この速さなら休憩所を作っても、拠点に影響はなさそうだね。うむ、メインもほぼほぼ完成予定ではあるし、建物は増えてもいいと思う。でもさ、原住民さんの脅威があるよね。休憩所も防衛用の罠とか作るの？ここはあくまでも休憩所として使う予定なので、防衛までは考えてないぜ。襲われたりしない？どうかな。まあ、それは後々考えるとして、霊夢もチェーンソーを使ってみるといい、楽しいぞ。そうだね、使ってみようかな。動いた。よーし、どの木を切ろうか？伐採するならこの辺りの木を頼むぜ。休憩所にも運びやすいし、この辺りも見晴らしを良くしたい。オッケー、この細い木を切ってみよう。わあ、一瞬で切れた。細い木を切ったのか。細い木は伐採すると丸太でなく、枝になるぜ。あら、本当だ、枝になっちゃった。今度はこっちの太い木を切ってみよう。よし、切れた。斧と違ってスタミナも消費しないし、早くて楽だわ。ふふふ、これなら丸太集めも早く終わるんだぜ。日が出てる明るいうちは、このまま丸太を拠点まで運んじゃうね。おう、拠点にも丸太はあった方がいいからな。あらら、ここ、崖があったんだ。おっとっと。ああ、そりがひっくり返っちゃった。またか。ひっくり返っては戻せないし、諦めるぜ。おや？お、立て直せた。ソリを戻せたのか？うん、ひっくり返っていたけど直せたよ。ほほう、立て直せる時もあるのか。前は、ひっくり返したら無理だったのにね。時と場合にもよるのだろう。まあ、ひっくり返さないのが一番だぜ。むむ、原住民さんの群れだ。拠点に来ているのか。私も伐採を中断し、今すぐ戻るぜ。来なくても大丈夫みたい。拠点を無視してどこかに走っていったよ。そこまで目立つ拠点を建てても襲ってこなかったのか？焚き火もつけてなかったし、大きな音も出していなかったし、誰もいないと思ったんじゃない？なるほど。原住民さんがいるけど、やっぱり、一番派手な格好をしている人を倒すと逃げていくね。うむ、派手な格好はおそらくリーダーなのだろう。時々、少人数で襲ってくる原住民さんなら、一人でも対処できるようになったけど、青白い肌の原住民さんは、マリサもいないと危なくて怖いや。洞窟にいるような肌の青白い原住民さんは、人間離れしているよな。同じ人間とは思えない。お、落ちてきた。木へ登っている原住民さんは、弓矢で狙うのが一番だぜ。ナムナム。まあ、だからあまりお互い離れず、近場で作業しようぜ。ほいほい。それで、マリサの方は？ふむ、ちょっと見ないうちに休憩所の建築が進んでいるね。チェーンソーのおかげで順調だぜー。あ、そうだ。この前から気になっていた罠があるんだけど。これこれ、ウサギの罠。枝で作れる、小動物用の罠か。そうそう。私も気になっていたんだ、効果を教えてほしい。枝が31本も必要なのね。お、手伝うぜ。ありがとう。できた。構造的にあとは待つだけって感じだけど。この辺りは動物もいるし、しばらく時間が経てば引っかかっているだろう。待っていようかな。そこで待つのは効率が悪くないか？だって、罠にかかるところみたいじゃない？気持ちはわかるが。かかった。ほう。走っていたウサギさんが罠の中に入っていったよ。何これかわいい。霊夢なら弓矢で狙う方が早そうだが、何個か作っておいとくのもありか。このウサギさんどうしよう？捕まえたウサギを入れておく、檻でも作れば買えると思うが。この状態で握っちゃったけど、ウサギさんは野生に返そうかな。霊夢のことだから、食べるかと思ったぜ。さあ、野生にお帰り。むむ、
あんなところに野生のウサギ肉が。霊夢。命あるもの、お肉は皆平等なのです。サバイバルは弱肉強食。世間的には炎上しそうだぜ。ひとまず、日が暮れる前に森も少し探索してみよう。森の中は草木が鬱蒼としていて暗いね。むむ。この匂い。人だ。やはり、森の中も危険だ。わあ。お腹の中に何か詰め込まれてる。これは、動物の仕業とは思えん。マリサ、こっちにも人が。この人たちは飛行機の乗客かな。むむむ。まるで体全体を利用したトーテムのようだ。ちょっと待って、あっちこっちにあるんだけど。先に進もう。うん。マリサ、原始的な建物が見えるよ。拠点近くにある家と似てる。こんな森の中にもあるのか。なんだろう、これ。わあ、すごい数の頭蓋骨。このロープは、また洞窟へ通じているようだな。何かの警告か。後ろも見てみろ。ちょっと、それって、テニス服を着た二人組だぜ。テニスラケットで体を固められている。ひどい。こんなことをする意味って何さ。人を使ったトーテムもそうだが、これらは原住民にとって何か意味のある印なのだろう。でも、原住民さんが作ってるところは見たことないけど、これ全部原住民さんの仕業なのかな？人を食べるところは見たことあるが、正直、確信は持てない。私が思うに、彼らを知るヒントは洞窟にある気がするぜ。洞窟かぁ。何より、さらわれてしまったケミー君に繋がる何かがあるかもしれない。赤い人も洞窟にいるのかな？連れて行かれたケミー君は生きているのかな？霊夢。諦めるな。私たちは、ケミー君を何とかしてでも見つけ出さねばならない。そのためにも、この不気味な大地を生き抜いていこうぜ。うん。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。